アンダーアーマーの勉強しましょう。はい、インナーのイメージしかない。ジョーダンスピースとインナーのイメージしかない。そう、インナーから始まった会社で、もともとアメリカのケビンさんっていうあのアメフトを自分も選手でやってた人が、はい、その時はコットンの T シャツとかで、うん、そのスポーツをやるのが結構主流になってて、うん、でコットンの T シャツってもう汗かくと、うん、もうそのまま汗吸収して重くなっちゃったりとか、はい、汗冷えとかがすごくて、うん、パフォーマンスが落ちることに対してなんかもっといいウェアないかなって言って、うん、もう自分がいいものを着たいっていうので、うん、開発して、はい、そのアンダーマンのいわゆる今のインナーが誕生したっていうのがきっかけで、はい、そうだから結構機能性に特化してる。めっちゃいいですね。そう、あ、違うんだ、うん、アンダーマンしか着ないです、うん、あ、そう、うん、あ、お世話になってるんじゃないですか。めっちゃお世話になってますよ。そう、乾きがね、やっぱ違う。そう、サラサラしてるし、そう、動きやすいし、冬のインナーもあったかいですよね、うん、薄いのにあったかいし。私も高校生とかの時もアンダーマン着てて、冬のインナーと半袖の学校のユニフォームだけで真冬でラウンドしてて、え、みたいな、周りからはすごい変な人って思われたけど、全然それでいけちゃう。いけちゃいますよね、めっちゃ高いですもん。本当におすすめです。可愛いですよね。これはちょっとメンズ着てるんだけど、あ、そうそう、ちょっと大きめですもんね。なんかね、邪魔してるつもりの木がなんか葉っぱが同化してて見えなかった。しょー、いった。うん、ありがとうございます。ちょっと薄めでした、うん。うん、そう、強いな。トレーニングウェアとか、うん、あ、休感速感がもうほんとすごくて、乾き方がもうね、ほんとすごいから。すごいんだ。すごい、本当にすごいんだ。サウナに行ってみるか。アンダーアーマーを着てちょっとサウナに洗濯するじゃないですか、はい、で脱水するじゃないですか、洗濯したら、うん、でそれでもう乾いてんじゃないっていうぐらい、あの、乾いてるんですよ。速乾性、そう、結構糸の縫い方とかまでこだわってて、だからすごい。じゃあ一番近だ、あ、ホンダの次に、うん、T シャツとかも結構こだわってますね、うん、あ、そうなんですか、うん、普通の T シャツで見える、うん、それもやっぱもうすごい伸びたり、うん、うん、うん、アンダーアーマー、まあ、機能性が高いっていうことで、うん、いろんなスポーツのユニフォームやってるんですよ。そう、そうなんですよ、はい、あの巨人とか、うん、巨人、あ、本当だ、ジャビット君、ジャビット君、はい、巨人軍のユニフォームとか、あとバスケの日本代表男子のとか、サッカーとかやってますね、うん、あと大学とか高校とかにも結構来てくれてるところもあったりとか、で、それまではアディダスかナイキしかなかったじゃないですか、あとミズノとか、あ、はい、ヨネックスもあったかもしれない、うんうん、なんですけど、アンダーアーマーが2000年代から割ってきたってことですよね、うん、そうですね、創業ってそんなもんですよ、1900後半96年とかです、うんうん、ね、だから2000年に入っていきなりスポーツウェアで割り込んできたってすごい、うんうん、機能性なんですかね、うん、おいしょ、回した。
よいしょ、同じとこ行った。最初どうなることかと思いましたよね。右行ったから会社でもゴルフは続けてるんですか？そうですね、週末は結構行ってますね、コースとか。でも平日は全然練習とかもできてなくて、ぶつけコースみたいな。社会人って感じですね。現役の時じゃ考えられなかったけど、意外と打てる。打てるんですか？いや、怖くて、ね、練習しないと怖いんだよ ね、 ね。私もそうだったんですよ。あとね、自分にあんまり期待しないで打てるから、なんか、まあ一回ぐらいな感じで、いけるのが多分いいんだと思う。はい、やってみたいな。あいちゃん、いつも勝負か。勝負。いつも勝負になって。パワープレイ以下じゃないとダメなんでしょう、うん、今って。やっぱりそこはアンダーライン、ね、社会人だったらもう70代でもあったらいい感じですもんね。そう、今日はね、調子いい。調子いい。そうか。あのうちのここだ、紫あやめの西で優勝していってくれた予選で、はい、袖山さんって人がいて、その人は同僚なんです。そうなんです。そうなんですか。そう、うちの65でベストスコア出して、60代出してましたね、うん、すっげー飛ばすの、ね、めっちゃうまいじゃないですか、うん、その人は学生の時からやってたみたいで、ね、視聴覚障害ゴルファーの日本代表とか世界大会とか出てたりですね。すごい面白いですよ。袖山さん面白い。一生懸命だよね。一生懸命。そう、負けず嫌い、うん、え、バトルんですか？結構スコア一緒に回ることも結構あって、うん、あの勝負してますよ。おそう、ナイス。超えちゃった、超えちゃった。予想外飛びました。戻れ、うん、オン。やっちまった。人が多いです。一番アンダーアーマーに来る人は、はい、うん、社長が結構アメフトをやってた人だったりして、役員の人とかもアメフトなんで、そのつながりとかで結構アメフトやってる人は多いんですけど、でもやっぱゴルフ始めたっていう人多くて、若手ゴルフとかいうので、うん、コンペみたいなのやって、うん、みんなで9人とか10人ぐらいでみんなでやったりとか。だいぶ多いですよね、9人10人集まるって。本当にちゃんとゴルフ部としては90人ぐらい、80人ぐらいめちゃくちゃいる。そう、いて年3回ぐらいそのコンペやって、いろいろ多いですね。そう、もう限定40人ですって言って、溢れちゃうんですか。そう、ちょっと遅かったんですよ、先とかいう人は結構。結構意欲的ですよね。でもいろんなその競技の出身者がやっぱゴルフで集まるっていうことになるんですね、うん、やっぱ社会人はゴルフしますね、うん、まあ、本当はドームっていう会社で、うん、アンダーアーマーと DNS ですよ、うん、サプリとか、うん、はいはい、あとジム、あとは D メディカルというテーピングとかやってて、もう全方向からスポーツ選手をサポートしたいっていう思いでやってる、うん、スポーツやってた人がみんな集まる、はい、うん、ほぼほぼ。だから朝とか7時ぐらいからなんかサーキットトレーニングとかをそのジムで、会社に入ってるジムで。そうです。朝やってからもうで、そこでシャワーとか浴びて上がってきて
みんなあのプロテインのシェーカーをシャカシャカしながらおはようございますとか言ってすごいそんな会社あるんですね面白いデスクにはもうプロテインがボーって置いてあったりとかいつでも補給できるように最高ですねめっちゃいいそう私も行きたい、うん、アンダーマーアンダーマー行きたい遊びに行くかじゃあ遊びに行くか行きたい、うんでどんなお仕事してるんですか？私はスポーツマーケティング部っていう部署にいて、うんはい、あの一番多分選手と近いところで仕事してるんですけど、うん、選手に例えば春夏生だったりとかが出たタイミングで、はい、あの商品手配したり、はいはい、あとゴルファーとかあのダンサーとか、うん、いろんなジャンルの選手を担当させてもらってるんだけど、はい、例えばゴルファーとかだとスポンサーが結構ついてる人が多いから、うんうん、あの加工の、はい、ここにつけてくださいここにつけてくださいとかいうのを加工工場と連携したり、ワッペンとかつけてあげてるんですか？そうです。アンダーマーこっちでつけてたり、あの、はい、選手本人がやっているところも多分あると思うんですけど、でも直接選手とかそう、別に人とやり取りして、うん、この商品送ってくださいとか連絡が来たら、うん、はいって言って何着ですみたいな、うんはい、現場とかにも行くんですか？現場そうですね、試合とかはたまに行ってそのサポートしてる選手が優勝争いとかしてたらやっぱり現地に行って応援したいんで、うん、そういう時は行ったりとかしてますね、うんうん、DNS は知ってるの？あ、もちろんに。お、お世話になってますめっちゃ飲んでますプロテインで、うん、味がやっぱ美味しいよね。美味しいです。普通にココアみたいな、めっちゃ美味しい。トレーニング飲みとか全然飲み、飲み飲みできる。え、たいちゃんよく何飲むの？プロテインのチョコ味。うんうん。枝スレスレですか？バンカー右に出せたらいいなっていう感じです、うん、バンカー右に行った。バンカー右に行ったラフでちょっとラフまで行っちゃいました、うん、抑えたんですね。抑えました、うん、右でした、うん、ここまで行った、うん、ジムの名前は何て言うんですか？ドームアスリートハウスっていうで、完全にドームだ。方も結構来てます、それは本社にある？はい、有明ですね、有明。あと、うん、面白いのだと、はい、美容院があります。会社に。会社に美容院なんでですか？そう、あの仕事中に、うん、あの空き時間とかがあれば全然行ってよくて、うん、あの朝と髪型違う人とか結構金髪になってるみたいな人とか自分で予約して違う美容院とか行くってなると、うん、まあ労力もかかるじゃないですか、はい、週末に行かなきゃいけないとか、はい、そういうのを考慮してくれて、うん、へー、福利厚生がしっかりしてると、はい。うん、そう、うん、開くと多分バース跳ねてちょっとトップとかするかなと思って、うん、結構普通にアプローチっぽく打ちました、ね、そのが少なかったんで、うん、ちょっと距離感の問題ですねこれは、ね。スパー、うん、安い。パーで
ナスパ。おいしそう。琉球うどんです。お、いいね、声張ってるね。いただきます。たたき、アジのたたきの乗った丼です。めっちゃ美味しいです。お魚新鮮でプリプリです。右側にあるしゃもじとかは何のためにあるのかな。これは、しゃもじは、お出汁が来ました、おそらく、こうですね。お茶漬けです。どこでやった。美味しい。二度楽しめます。やだ。これはまず何から食べるかっていうあれですよね。握り寿司赤身から。やだ。新鮮ですか。味がしっかりしてる気がする。マグロの、赤身感あり。赤身感ありです。美味しい。油が結構乗ってました。今のハマチ、紫あゆみの琉球丼と握り寿司、美味しかったと。おすすめです。はい、OK です。